エドバルド・ムンクは19世紀から20世紀のノルウェー出身の画家。叫びの作者として世界的に有名で、ノルウェーでは国民的な画家である。ムンクは1863年、ノルウェーのロイテンデイ氏の父のもとに生まれ、間もなく首都クリスチャニアに移った。1868年に母が病気で亡くなり、1877年には、 姉が亡くなるという不幸に見舞われ、後の絵画作品に影響を与えている。1880年、王立絵画学校に入学し、1883年頃から画家クリスチャン・クローグや作家、ハンス・イエーゲルを中心とする、ボヘミアングループとの交際を始めるとともに、展覧会への出品を始めたが、作品への評価は厳しかった。 1889年から1892年にかけてノルウェー政府の奨学金を得てパリに留学した。この頃、これからは息づき、感じ、苦しみ、愛する、生き生きとした人間を描くというサンクル宣言を書き残している。フランス滞在中に印象派、ポスト印象派、ナビ派など最先端の芸術に触れ技法を学んだ。 1892年、ノルウェーに帰国してから、生命のフリーズというテーマを持った連作の構想を固め始めた。この年、ベルリン芸術家協会の招きにより、個展を開いたが、これが新聞に激しく攻撃され、一週間で打ち切りとなるというスキャンダルになってしまった。その後もベルリンに住み、北欧の芸術家らと信仰を深めながら、叫び、マドンナ、 思春期といった代表作を次々生み出していき、これが生命のフリーズを構成する作品となった。1896年にはパリに移り住み、版画の制作などに注力した。1897年からは、ノルウェー海藻の村、オースモールストランを一つの拠点とし、イタリア、ドイツ、フランスの各地と行き来しながら、生命のフリーズを完結する作品を制作していった。 この頃にムンクは、トゥラ・ラーセンという女性と交際していたが、徐々に彼女を避けるようになっていた。ノルウェーでの評価の行き詰まりから、1902年からは、ドイツを中心に活動したが、この年、ラーセンと抗論の末、暴発したピストルで手に怪我を負うという事件があった。1903年頃からは、友人のマックス・リンデのための連作を制作したり、 ップセンの舞台装置の死体を描いたりした。1908年、コッペンハーゲンの精神病院に入院し、療養生活を送った。この時には、ノルウェー政府から勲章を与えられたり、国立美術館がムンクの作品を購入したりして、ムンクの評価は決定的になっていた。1909年に退院すると、ノルウェーに戻り、クリスチャニア大学の壁画や労働者シリーズを、 手がけた。1916年からは、オスロ郊外の AK リーに住み、制作を続けていたが1944年に亡くなった。ムンクが代表作の多くを制作した1890年代のヨーロッパは、世紀末芸術と呼ばれる時代であり、同時代の画家たちと同様、リアリズムを離れ、人間の心の神秘の追求に向かった。叫びに代表される作品には、 説明しがたい不安が通底しているが、ムンクが鋭敏な感受性を持って、人間の心の闇の世界を表現したものと言える。作品の多くは、ムンク美術館等の美術館に収蔵されている。その中でも、叫びは、世界的に抜群の知名度を誇り、複数バージョンの内個人所蔵のパステル画が、2012年にオークションで、手数料込み1億1990万ドルで、 落札されたことは大きなニュースとなった。ムンクは1863年12月12日、ノルウェーのヘードマルク兼、ロイテンに生まれた。父クリスティアン・ムンクは医者であり、1843年から戦医、戦意、1849年からは陸軍軍を務め、ノルウェー各地の駐屯地を転々としていたが、1861年に、ラウラ・カトリーネ・ビオルスタと出会い間もなく結婚した。 二人の間には、エドバルドの前に、長女ヨハンネ・ソフィーエが生まれていた。エドバルドが生まれた直後の1864年早々、一家はクリスチャニアに移り住んだ。ここで、ジナ・ペーテル・アンドレアース、次女、ラウラ・カトリーネが生まれた。しかし母ラウラ・カトリーネが結核に侵され、一旦持ちこたえて三女・インゲル・マリーエを生んだものの1868年12月29日に、 亡くなった。以後、母の妹カーレン・ビョルスタが、ムンク家の世話をすることになった。ムンクの父はもともと信心深い性格であったが、妻の死後は、狂心的なほど、キリスト教への信仰にのめり込み、子供たちを叱るときは、異常なほどに厳しかった。ムンクは、父の狂心的な考えに反発して口論した日の、夜、父の寝室を除き、父が、 ベッドの前にひざまずいて祈っているのを目撃して衝撃を受けたことを後に回想している。ムンクはその光景をすぐにスケッチに描くことによってようやく落ち着いて寝いることができたという。ムンクは病と狂気と死が私のゆりかごを見守る暗黒の天使だったと語っている。1875年、一家はクリスチャニア市内のクリューネルル県地区に引っ越した。 しかしその後、文クは、慢性器官支援を患ずらった。文クの手記によれば1876年末頃、彼は血を吐き結核だと思い自分の死が近いことを覚悟した。さらに姉のヨハンネ・ソフィーへが結核に感染し、1877年11月15日25歳で亡くなった。文句にとって、姉は、兄弟の中でも特別で、亡き母に代わって、 愛情を注いでくれる存在であったため衝撃は大きかった。こうして身近に死を実感したことが、後の文句の芸術に生涯影響を与え続け、特に病室での死、やめることいった文句の初期の諸作品では直接のモチーフになっている。文句は通っていた学校を1879年に中退している。この頃から画家になりたいという希望を持っていたが、 父の反対にあい、義士になるため、クリスチャニア工業学校に通うことになった。しかし文句は、リューマチ熱のため欠席が続き1880年11月8日に退学。その日、文句は日記に、僕の運命は、今や、まさに画家になることだと書いている。それまでも、水彩画や鉛筆画で、風景や、 家屋のスケッチをしていたが、ムンクの日記によれば1880年5月22日に油用の画材一式を買い、5月25日にコアーケル教会を写生している。ムンクは父を説得し、同年12月16日、ノルウェー王立絵画学校の夜間コースに入学した。1881年8月にフリーハンドクラス、1882年、 夏頃にモデルクラスに編入した。ムンクはこの学校で健康を取り戻し、教官の彫刻家、ユーリウス・ミッテルトゥーンの指導を受けた。また、同年初め頃、友人6名と共に、カール・ヨハン・通りの国会広場に面して立つ、プルトステン・ビルの屋根裏にアトリエを借り、そこで、画家クリスチャン・クローグの指導を受けた。ムンクは後に、私を彼の弟子の一人とみなすのはどうしても無理がある。 とはいえ、私たちは皆黒具を非常に好ましく思い、また立派な画家と考えていた。と書いている。同年夏、ヘイドマルク県に滞在し、同年秋にはクリスチャニア成功をスケッチして回った。1883年秋、新類の画家フリッツ・タウローが主催するモードム野外アカデミーに参加して、制作や討論を行った。これがきっかけで、 クリスチャニア・ボヘミアンという当時の前衛作家、芸術家のグループと交際するようになる。この年、彼は産業及び芸術展覧会に、油絵、修作、若い女の頭部、第2回周期展に、ストーブに火をつける少女を出品した。さらに、1884年の周期展に、朝を出品したが、ノルウェー国内では酷評された。一方、フリッツ・タウローは、 ムンクの才能を認めており、ムンクにパリのサロンを見学する機会を提供したいと、同年3月、父クリスティアンに支援を申し出ている。ムンクの病気のためパリ行きは一旦延期されたものの、1885年5月に友人の画家エイヨルフソートと共にパリに向かった。そこでサロンとルーブル美術館に通い詰め、エドゥアールバネの多くの作品に接して、色彩の表現や、 画面の中の一点を強調する技法を学んだ。他方、サロンで尊敬を集めているアカデミズム絵画のブグロについては、ブルジョア連中の関心を引いていたに過ぎないと、切り捨てている。この年の周期展には、画家カール・エンセン・イエル像を出品したが、これも酷評された。同年4月、ムンク一家は、スカン広場に面した建物に移った。ムンクはここで、春、思春期、やめる子。 その翌朝を描いた。亡くなった母や姉を重ね合わせた、やめる子は一年近くかけて描き上げたもので、1886年の周期展に出展したが、これも保守系日刊誌、モルゲンブラーでから、当然必要な下塗りさえしていない、近づけば近づくほど、何が何やらわからなくなり、しまいには雑多な色の反転だけになってしまうと、書かれるなど激しく攻撃された。 ムンクは後に、辞める子について、新しい道を切り開いた作品だと位置づけつつ、ノルウェーではこれほどスキャンダルを巻き起こした絵はないと、自ら知るし、展覧会初日の会場で、交渉や、非難の声が聞こえてきたことを振り返っている。唯一クリスチャン・クローグだけは、辞める子を弁護してくれて、ムンクはこの絵を、クローグに送った。この頃、クリスチャンア・ボヘミアンのリーダー格である。 アナーキスト作家のハンス・イエーゲルと知り合った。伝統的なキリスト教的道徳に公然とことを唱え、自由恋愛主義を訴えるイエーゲルに、当時のクリスチャニアの若者たちが熱狂したのと、同様、ムンクもその信奉者となった。ムンクにとって、ボヘミアン時代は、霊感と活気を与えてくれる時代であったが、 同時に独断主義的なボヘミアンのメンバーに対して、ヘッドの出そうな馬鹿者と嫌悪感を表してもいる。また、ムンクは1885年から数年間、人妻、ミリータウロウとの禁じられた恋愛に陥り、苦しい思いをした。1888年秋、ムンクは、クリスチャニア南西の海辺の村、オースモールストランを訪れ、郵便船の到着などの射精的な油絵を描いた。 1889年初頭に重病を患い、回復途中に春を描いた。これはこの時期の最高傑作とされる。同年5月9日からカール・ヨハン・通りの学生協会の小ホールにハンス・エーゲル像、春などの自作110点を並べる古典を開催した。当時のノルウェーでは古典というものが開催されること自体が初めての試みであった。 同年10月、1500クローネの政府奨学金が与えられた。それと同時に、パリで1年間デッサンを学ぶことを命じられ、ムンクはパリに赴いた。ところがその年の12月に突然、父クリスティアンが亡くなったことがオバカーレンから伝えられ、衝撃を受けた。ムンクは、その直後、パリ郊外のサンクルーに移って、デンマークの詩人、エマヌエル・ゴルスタインと同居した。 1890年にゴルスタインをモデルにして描いたサンクルーの夜には孤独と不安が現れている。この頃、エドバルドは手帳に次のような走り書きを残しており、後の生命のフリーズの構想の端緒となったものとしてサンクルー宣言と呼ばれている。私はそのような作品をこれから数多く制作しなければならぬ。もうこれからは室内画や本を読んでいる人物、 また、み物をしている女などを描いてはならない。息づき、感じ、苦しみ、愛する、生き生きとした人間を描くのだ。1890年、周期展に作品を提出し2回目の政府奨学金が認められて11月に、パリへ向かった。しかし、公開中に、リュウマチ熱を発して、ルアーブルで下船し、2ヶ月間入院した。1891年1月に退院すると、 やっぱり、さらに温暖な南仏ニースを訪れ、思っていたよりも、はるかに、美しい街ですと友人に書き送っている。夏の間、オースモールストランに戻ったが、この時に、クリスチャン・クローグの妻・オーダ・クローグから誘惑を受け、クローグ夫妻とオーダ・クローグの愛人、ヤッペにいる線をめぐる複雑な恋愛関係に巻き込まれた。ムンクはこの人間関係を、 メランコリーに描き周期点に提出した。ムンクは3回目の奨学金を期待したが、病気で創作活動を十分を行えていないムンクが奨学金を受給することを批判する論説が新聞に載った。その冬はニースを再放して南仏で過ごした。しかしこの頃、妹ラウラが精神病を悪化させて入院したこともあって、ムンクは精神的に追い詰められて、 カジノで奨学金を浪費してしまった。ムンクは、こうして、フランスに滞在している間に、印象派のが形、特にクロード・モネとカミーユ・ユピサロから、大きな影響を受けた。それに加えて、エミール・ベルナール、エド・アル・ビューヤール、フェリックス・バロットン、フィンセント・ファン・ゴッホ、アンディ・ド・トゥールーズ・ロートレックなどの作品から技法を、学んだ。カール・ヨハンの春の日、ラファイエット街など、 印象派の影響を受けた、天平風の油絵作品も多い。一方、当初デッサンを学ぶために支持したレオン・ボーナとは、色彩の使い方について、相入れず対立した。ムンクは1892年3月、パリ留学からノルウェーに帰国した頃から、生命のフリーズという構想を固め始めた。これは、フリーズの装飾のように、自分の作品をいくつかのテーマによって結び合わせて、 行こうというものである。また、この頃から彼の画風は大きく変わり、ナビ派のような形態の単純化、平面的色彩に加え、強いデフォルメを行うようになった。メランコリー、黄色いーと幻想、絶望対策妹、インゲルの肖像といった作品を制作していった。同年秋には、カール・ヨハン通りで、再び古典を開いた。 この時は前回ほどの悪評にはさらされなかった。国立美術館が彼のニースの夜を買い上げるという朗報もあった。同年11月5日からベルリン芸術家協会の委員であったノルウェー人画家アデルスティン・ノーマンの招きによりベルリンでムンクの古典が開かれた。ムンクはこの古典に朝、節分、不安、メランコリー、春、やめる子、その欲張、 カール・ヨハンの春の日、雨のカール・ヨハン街といった重要な作品を含む55点を送った。生命のフリーズの最初の展示といえるものであった。しかし、これがベルリンの各新聞で激しく攻撃され、わずか1週間で古典は打ち切りとなってしまった。それでもムンクは大手画商、エドゥアルド・シュルテの支援を得て、古典はその後デュッセルドルフ、ケルン、 再び、ベルリンと巡回した。ついで1893年には、コペンハーゲン、ブレスラウ、ドレスデン、ミュンヘン、ベルリンと開催され、賛否両論の中にも愛好者を増やしていった。ムンクが、ベルリンで、ストリンドベリラの芸術家と集った、クロコブタテスタニスワフ・プシビシェフスキとダグニー・イユール。1892年12月からムンクは、 ベルリンに落ち着くことにし、カフェ、クロコブタ邸に集まる、スウェーデン人作家のヨハン・アウグスト・ストリンドベリ、ポーランド人学生、スタニスワフ・プシビシェフスキなど、北欧の芸術からと信仰を深めた。彼らは、ショーペン・ハウエルやニーチェについて、熱く論じ合った。ここには、ノルウェーの女性ダグニー・ユールも加わり、彼女は、プシビシェフスキと結婚した。ムンクとは、 愛人関係にあったとも言われており、ムンクの作品、嫉妬の中では、ムンクとダグニーが恋人同士として描かれ、プシビシェフスキが嫉妬に苦しんでいる。ムンクは、ベルリン市内外の安宿を転々としながら、吸血鬼、マドンナシリーズ、星月夜、死んだ母親、病室でのシリーズといった多くの代表作を制作していった。叫びや不安を制作したのも、この時期である。 1893年3月には、デンマークの画家ヨハンローデに次のような手紙を送っている。私は目下シリーズ画を描いております。一度それを一堂に並べたら、より容易に理解いただけるものと信じています。シリーズは愛と死を扱ったものとなるでしょう。1894年頃には、エッチングやリトグラフ、木版の技法を身につけ、表現の可能性を広げることになった。 1894年、スタニスワフ・プシビシェフスキがンクに関する最初の本を出版した。ユリウス・マイヤー・グラーフェ、フランツ・セルベース、ビリー・パストールとの協調である。4人の友人によるムンクの評論として、信頼性を持った資料となっている。1895年3月、ムンクは、ベルリンのウンター・デン・デン・デン通りの画廊で、アクセリガル・レン・カレラとの共同展覧会を開いた。 6月、美術評論家、ユリウス・マイヤー・グラーフェがベルリンで、ムンクのエッチング作品集を出版し、これが、ムンクの最初の画集となった。また、同年10月、クリスチャニアのカール・ヨハン・通りのブロムクビスト・ガローで、大規模な作品展が開催され、マドンナ、テ、ハイ、シットなど、ベルリン時代に制作した、生命のフリーズの重要な作品が展示された。この 国立美術館はタバコを持つ自画像の購入を決定した。劇作家のヘンリック・イップセンもこの展覧会を訪れ後輩であるムンクに僕を信じた前、敵が多ければ多いほど味方も多いものだ。と言って激励した。他方で学生会館ではムンクの精神状態を論じる公開討論会が開かれ批判派はムンクの絵は狂人のものと論じた。 家族の中では、医者になっていた弟のペーテル・アンドレアースが1895年12月半ばに肺炎で亡くなり、また妹ラウラ・カトリーネも精神病で入院を続けていた。こうした不幸は改めてムンクに死と生の不安を呼び起こした。1895年に描かれた作品は死の床など不吉なものばかりである。ムンクはドイツで展覧会を数多く開き、 名前は知られるようになっていったが絵はほとんど売れず、ムンクや家族の生活は経済的にも厳しかった。ムンクは1895年6月と9月にそれぞれ短期間パリを訪れた後、1896年2月にベルリンを離れてパリに移り住んだ。パリでは1896年春のアンデパンダン展に出品したほか、 サミュエル・ビング・ガローのアール・ヌー・ボー展にも出展した。ここでも否定的反応は多かったが、ラプレス紙のエドワール・ジェラールは次のような好意的評価を書いている。彼の作品の中に我々はともすれば恐怖に満ちた現像を見るが、それは、それは常に苦悩に溢れているものである。ムンクが事故の内面から想像した奇妙な顔つきをしたくらい影を持つ人物は、 彼の魂の悲しみの子なのであり、決して外面的なモデルとしてコピーされたものではない。我々はそのことに感銘を受けるのだ。ムンクはパリでステファヌ・マラルメテイで行われる歌謡会に呼ばれ、パリの画家や文学者らと知り合った。また、パリに映っていたストリンドベーリーと再会した。ストリンドベーリーはアールヌーボーテンでムンクに好意的な気候を書いたが、 オカルトや錬金術にのめり込んだストリンドベリは、ムンクが資格だと思い込むようになって、連絡を断ち、二人の友人関係は終わった。ムンクは、この時期に、版画の技術を、ますます完成させ、シャルルボードレールの詩集、悪の花のために挿絵を描いたりした。版画の利点は売りやすいことと、我がこのように思う絵画を手放さなくて良いことであった。ムンクはアトリエを、 大きな版画工房のそばに移し、職人から版画の技法を学んだ。版画のテーマの多くは、旧作の油絵に基づくものであり、新たな油絵の創作はされなかった。1897年のアンデパンダン展に出品したが、評価はやはり賛否両論で、絵は一向に売れず、文句はパリを去ることにした。文句がオースゴールストランで暮らしたサマーハウス。 ムンクは1897年7月、オースモールストランにサマーハウスを買い、油絵の制作を再開した。クリスチャニアには、友人の画家アルフレッド・ハウゲと共にアトリエを共同で、借りた。同年9月、クリスチャニアのカール・ヨハン通り、ディオラマ館で個展を開き、油絵85点、リトグラフ30点、木版9点、エッチング25点、アエン版5点。 デッサンとスケッチ30点という大規模な展示を行った。この頃にはクリスチャニアの新聞でも好意的な批評が現れるようになってきた。1898年、プラ・ラオセンという女性と出会い交際を始めた。1899年4月、トラと共に北、イタリアからローマに旅をし、ラファエロの作品に感銘を受けた。この旅に触発されて、 生涯唯一の宗教が、ゴルゴタを描いている。それ以降、文句は、イタリア、ドイツ、フランスと、オースモールストラントを行き来しながら、赤いツタ、メランコリー、ラウラ、生命の踊りといった作品を制作し、生命のフリーズの集結に向かった。生命の踊りの左と右の女性は、トゥラ、ラーセン、中央の女性は、ミリータウローがモデルであると言われる。 1900年にはドレスデンやクリスチャニアのディオラマ館で展覧会を開いた。1901年の夏はオースモールストランで過ごし、9月にクリスチャニアで72点の展覧会を開き、11月にはベルリンに移り住んだ。1902年にはベルリン分離派展で22点の作品で構成される生命のフリーズを展示した。なお、この頃はまだ 生命のフリーズという言葉は使っていなかったが、ベルリン分離派天で、フリーズ、生のイメージの連作の展示というタイトルをつけており、フリーズという言葉により、単なる連作ではなく一つの装飾プロジェクトであるという意思を明らかにしたと言える。この頃、トゥラが結婚を迫るのに対し、ムンクは次第にトゥラを避けるようになっていった。トゥラはストーカーのようにムンクを追いかけ回したり、 ムンクに対し訴訟を起こしたりし、ムンクのアトリエを訪れては、制作を妨げた。1902年、マックス・リンデタクで同伴を掘るムンク。ノルウェーで評価を得られずに行き詰まったムンクは、再びベルリンにアトリエを構えて活動するようになった。この頃、ベルリン分離派のマックス・リーバーマンがムンクを支援してくれるようになり、その勧めにより1902年の分離派展に、 作品22点を出品した。後に生命のフリーズと呼ばれる作品群が完全な形を取ったのはこの時であった。この展示は大成功を収め、ムンクは日記にあの悲惨な時代は終わったと書いている。実業家アルベルト・コルマンからの支援も受けるようになった。さらにコルマンの紹介でリューベックの眼界で美術愛好家のマックス・リンデと交友するようになり、 リンデの子供部屋に飾るための絵の依頼を受けて制作に取り掛かった。ムンクは同年夏、オースゴールストランに戻った。ある日、トゥララーセンの女友達がムンクに、トゥラが自殺を図っていると言って、トゥラと会うことを求め、ムンクはそれに応じた。この時、トゥラとムンクとの間で、どのようなやりとりがあったのか、詳しいことは明らかではないが、小競り合いのうちにピストルが発射され、 文句は左手中指の台に関節を打ち砕く怪我を負うという事件が起こった。この時の中指に弾丸が刺さった様子を写したレントゲン写真が残っている。この事件で二人の関係は破局し、文句は1909年になっても友人のやっぺにいる線に手の痛みを訴えつつ、彼女の卑劣な行為が僕の人生をめちゃくちゃにしたんだ。とのの知っている。 1903年1月ベルリンで個展を開き、同年4月には、パリのアンデパンダン展に何点かの新作を出品し、好評を得た。ムンクはこの年、イギリスの女流バイオリニストエバ、エヴァムドッチを知り、彼女を愛するようになった。彼女をモデルに、ブローチをつけた夫人といった、優れたリトグラフ作品を残している。他方でこの頃、酒によって、人と喧嘩騒ぎをすることがたびたびあり。 ムンク自身も自分の精神状態に不安を覚えるようになっていた。ムンクはリンデの依頼に応じた制作を再開し、1903年にエッチング中、リンデ博士の家庭からを完成させ、同じ年に次いで油絵、リンデ博士の四人の息子を制作した。これらの一連の作品はリンデフリーズと呼ばれ1904年末に全作品が完成した。もっともリンデは、 子供部屋にはふさわしくないと考えたためか、その引き取りを拒否したが、二人の交友関係はその後も続いた。1904年にはベルリン分離派の正会員となった。同年9月にはコッペンハーゲンのデンマーク分離派店で全作品の解雇展示を行い成功を収めた。同じ年、ハンブルクのコメーター画廊が、油彩画の独占販売契約を結び、 ベルリンのブルーのカッシーラー画廊がハンガーの独占販売契約を結んだ。カッシーラーがベルリンで開いた肖像画の古典が成功すると肖像画の注文が殺到した。ハリー・ケスラー伯爵の招きに応じてバイマルに赴き、ケスラーの肖像画を描いたり、銀行家エルネスト・ティールの依頼により、コ・フリードリヒ・ニーチェの肖像画を描いたりした。1907年。 バーネミュンでの海岸で、水浴する男たちを描くムンク。1905年2月から3月にかけて、プラハのマーネス芸術協会で、油彩画75点、版画50点の古典が開かれ、若い芸術家たちに熱狂的に支持された。ムンクは1900年代以降の古典の成功の中でも、この古典について、まるで王公のようなもてなしを受けたと、 美しい思い出として何度も改装している。1906年ベルリンの演出家、マックス・ラインハルトの依頼で、ヘンリック・インプセンの幽霊とヘッダ・ガーブレルの舞台装置の死体を描いた。1907年には、室内劇場の休憩所の装飾を依頼され、ラインハルトフリーズを完成させていった。ただし、この劇場は、実際にはほとんど使われず、 ムンクの作品は散逸してしまった。この1907年と翌1908年の夏には秘書先をオースゴールストランからドイツ北部の保養地バーネミュンデに変えつつ、水浴トリプティークとマラーの死の油絵シリーズを手掛けた。マラーの死はジャック・ルイ・ダビッドのマラーの死と同じ主題であるがトゥララーセンを殺人犯シャルロット・コルデにムンク自身を ジャンポール・マラーに見立て、銃撃事件を描いた作品となっている。水浴トリプティークは、バーネミューンでのヌーディストビーチにキャンバスを立てて制作した作品であるが、フィンランドの美術館が購入した際には、新聞で騒ぎとなった。1902年以降、画業の成功度は裏腹に文句に、精神的危機が深まっていった。若い時から生への不安は続いていたが、 トゥラとの恋愛事件で受けた打撃などを機に妄想を伴う不安が高まり続けた。その結果アルコールにのめり込んでいった。1905年には画家仲間とのつかみ合いの喧嘩を起こすなど暴力性も現れた。ベルリンで街に出られないという対人恐怖症の発作にたびたび襲われたりもした。1908年にはその症状が頂点に達した。1909年。 やっぺにいる線の肖像画と作品の隣に立つムンク。ムンクは1908年10月、アルコール依存症を治すためコペンハーゲンのダニエル・ヤーコブソン教授の精神病院に自発的に入院した。ヤーコブソンはアルコール中毒による麻痺性治法と診断した。8ヶ月の入院中、国立美術館の館長であり、旧友でもある。 イエンス・ティースやヤッペ・ニルセンが文句を見舞って彼を精神的に支えた。同年秋にはノルウェー王国政府から聖王ラブ勲章騎士賞を与えられた。1909年春にはイエンス・ティースとヤッペ・ニルセンが協力してブロムクビストがローで油絵100点、版画200点の大文句展を開いた。ノルウェー国立美術館が油絵5点を買い上げ、 ベルゲンの著名なコレクターであるラスムスメエールが、ムンクの作品を多量に購入したことで、ムンクに対するノルウェーでの評価は、決定的になった。ただ、かつてのシクリスチャン・クローグはムンクを誹謗する論人を、張ったが、今や、世代交代を印象づけるだけであった。同じ1909年には、精神療法も兼ねて、四文集、アルファとオメガを執筆した。これは、 妻のオメガに狼落される夫アルファのクルワであり、女性たちに傷つけられた自らを浄化する意味があったと言われる。ムンクはこの連作を描いていると奇妙に心が安らぐのを覚えた。まるであらゆる苦痛が体から抜け出していくような気がする。と書いている。同年、ムンクは健康と精神的落ち着きを取り戻して退院した。もっともそれと引き換えのように、ムンクの作品は 初期の緊張感を失い、正規のないものに変わっていったとも指摘されている。現オスロ大学の行動壁がムンクは1909年に退院すると、コッペンハーゲンからノルウェーに戻り、クラーゲ漁の小さな町に住み始めた。1910年11月には、オスルフィオルドの東岸、ビトステーンに土地を買って、ここも制作の拠点に加えた。 1913年にはさらにその南、モス近郊の建物を借りてアトリエとした。イエンスティース、ヤッペニルセンら10人余りの限られた友人と飲み、付き合い、彼らの肖像画を描き、アトリエに大事に置いていた。ムンクのアトリエを訪れた人は、彼が作品に荒領事を施すのを目にした。これは作品をあえて野外に放置し、風雨や日。 不幸にさらされたり、犬がひっかいたりするのに任せ、色彩が落ち着くまで待つという独特の方法であった。逆に絵にワニスをかけて保護することに対しては絵の呼吸を妨げるとして反対した。1912年のムンク。ムンクは親類から勧められて、クリスチャニア大学行動。壁画コンテストに応募するための死体を描き始めた。正面の大壁に太陽。 その向かい側に人間の山、左右の横長の壁に歴史とアルママーテルを配する構想を提出し、1911年のコンテストでは第1位を得たが大学当局に拒絶された。しかしその後、文句支持の運動が起き、1914年に大学学部長会が文句案の採用を決議した。規格外の大きなキャンバスであったことから完成までに7年を要し、 上の方は脚立に乗って作業するなど、肉体的に目祷を強いられた作品であった。その間、大学当局は受け入れをめぐって、煮えきらない態度を続けたりねぎろうとしたりして、文クは苛立ちを募らせた。この時期、文クは、労働者とその子、坂宮と、機械子を、木こり、雪かき妊婦、家路につく労働者などの200点に上る、労働者シリーズに取り組んだ。また、 クラーゲ漁の冬のような風景画も制作した。1912年ケルンの分離派天の招待作家となり、セザンヌ、ゴッホ、ゴーギャンと並んで特別展示室を与えられた。ムンクはそれ以前から、マックス・ベックマン、エルンストルート・ビヒキルヒナー、オット・ミュラーといったドイツ表現主義の画家たちに大きな影響を及ぼしていたが、この頃、ドイツでのムンクの高い評価が確立した。 しかし、1914年に第一次世界大戦が勃発すると、ドイツとの関係が深い文句は、反ドイツ的なノルウェーの若者から、冷ややかな視線を送られるようになった。ノルウェー政府は中立を少子両陣営に、軍需品を供給して、金儲けを図るが、ドイツの潜水艦に軍需品を運ぶ、貨物船をイギリスから狙い撃ちされ、小船員の命を失うことになった。 ムンクは、ノルウェー美術展のポスターを依頼された際、こうした政府の態度を批判した、中立という作品を提出した。戦争中の1916年ようやく、クリスチャニア大学の行動壁画が完成し、除幕式を迎えた。ムンクが、没年まで住んだ、オスロ聖功、エーケリーの辞書に唯一残る、東器用スタジオ。1916年から没年までは、 オスロ郊外の A ケリーに邸宅を買って定住した。ここは、かつて農園だった4万5千平方メートルの広大な辞書で、行動壁画の制作が終わった1916年に7万5千クローネで購入した。ムンクはここで、キャベツ畑、果樹園、畑を耕す馬、労働者、家から見える、夜景、自画像、モデル志願者を描いたヌード画など、 身近な題材を描くようになった。ノルウェーの新聞は文句を大金持ちとして書き立て、彼は施しを買う手紙に困惑した。また、何者かに、庭の飼い犬を打ち殺される、若者が時間を問わず電話や、玄関の呼び鈴を鳴らす、といった嫌がらせにも悩まされた。1918年、ブロムクビスト画廊で、生命のフリーズをすべてまとめた個展を開いたが、観客や、 新聞の反応はかんばしくなかった。この年にムンクは、スペイン風邪を患い生死の境をさまよったが、なんとか回復すると、スペイン風邪をひいた自画像を制作した。オスロ視聴者の人前結婚式の部屋、ムンクの部屋に飾られた人生。1920年頃からはアトリエでの人体集作に比重を置き始めたほか、風景が星月夜も制作している。また、 フレアチョコレート工場の食堂の壁画を手掛けた。1925年にクリスチャニアがオスロと改名し、新市庁者の建設計画が始まった。新市庁者の大広間にムンクの絵が発注されることとなり、これからは労働者の時代だと考えていたムンクは、雪の中の労働者たちを主題に選び作品を制作した。しかし、貧困、冷俗、 喪失を生々しく描いた彼の作品は受け入れられず、代わりにフレスコ兄弟の作品が飾られることになった。ムンクの長年のライバルである彫刻家グスタフ・ビー・ゲランがオスロ氏から自宅やスタジオ、公演までを提供されるという工具を受けていたのと対比してもムンクの不遇は明らかであり、彼はこの敗北で大きな精神的な敵を受けた。 ただ支援者のトマス・オルセンが後に、ムンクの無念な思いを察し、所有する対策、人生を死に寄贈した。これは、視聴者の一室に飾られ、その部屋は、ムンクの部屋と名付けられた。1926年、ベネツィア、ミュンヘン、コッペンハーゲン、パリ、マンハイムなどで中規模の展覧会が開かれた後、1927年、 ベルリンのナショナルギャラリーで、油彩が223点、素描を21点という史上最大の回顧展が開かれ、さらに同年秋には、オスロ国立美術館に巡回した。1938年、75歳の誕生日に、エーケリーのアトリエに立つムンク。オスロにあるムンクの墓。ムンクの左目は、視力が落ち、右目を頼りに仕事をしていたが、 1930年5月に右目の血管が破裂し、視界の大部分が凝結で遮られてしまった。眼科の専門医から治療法はないと言われた。絵の制作ができない間、限られた視力で文章の執筆に取り組んだ。その後、視力は徐々に回復し、1933年頃には、再び絵の制作ができるようになった。1932年、 ドイツのパウル・フォン・ヒンデンブルク大統領からゲーテ勲章を授与された。70歳となる1933年、ノルウェー政府から聖王ラブ勲章第十字章を授けられた。フランス政府からはレジオンドヌール勲章を与えられた。ドイツでナチスが台頭すると、ムンクの作品は1937年、大敗芸術としてドイツ国内の美術館から一斉に外された。 1940年4月9日、ドイツがノルウェーに侵攻すると、ノルウェーの元陸軍大臣、ビド君首スリングが内容して、親ドイツの首スリング政権を立ち上げたが、文句は政権の怪獣に応じず、アトリエに引きこもった。この時期には、窓側の自画像、自画像、深夜2時15分、最後の自画像、自画像、時計とベッドの間などを制作した。 1943年12月12日、エウケリーで80歳の誕生日を祝ったが、その1週間後、自宅の近くでレジスタンスによる破壊工作があり、自宅の窓ガラスが爆発で吹き飛ばされた。小イルヤキニ文ンクは帰還支援を起こし、翌1944年1月23日に亡くなった。満80歳没。最後の日。 ムンクは愛読するドストエフスキーの悪霊を読んでいた。その後間もなく、妹インゲルとムンクの友人たちの抵抗にも、かかわらず、ナチスが行々しい国葬を営むことになり、ムンクの死はナチスの宣伝に使われた。亡骸は、両親やソフィーへと同じ墓ではなく、偉人たちのための救世主墓地に埋葬された。 ナチスドイツの降伏で戦争が終結したのはその後の1945年5月7日であった。ムンクの遺言により、エーケリーの辞書に残した作品、約2万2千点を含む創作物、資料、画材などがオスロ市に依存された。自国では正当に評価されなかったという恨みはあったが、ナチスによる作品の応酬を恐れたためであったという、ムンクの署名。ムンクが、 代表作の多くを制作した1890年代は、フランスでは、アール・ヌーボー、ドイツ、オーストリアでは、ユーゲント・シティールと呼ばれる芸術運動が起こった時代であり、世紀末芸術と総称される。クールベの写実主義から、モネラの印象派に至るヨーロッパ美術の流れは、自然をキャンバスの上に再現しようとするものであった。これに対し、ゴッホ、ゴーギャン、 ルドン・ラポスト印象派の画家たちは絵画の役割を目に見えない心の内部を表現することに大きく変えていった。その次の世代にあたる世紀末芸術の芸術家たちも人間の心の神秘の追求に向かった。文句自身、芸術について次のように述べている。芸術は自然の対立物である。芸術作品は人間の内部からのみ生まれるものであって、 それはとりも直さず、人間の神経、心臓、頭脳、目を通して現れてきた継承に他ならない。芸術とは結晶への人間の衝動なのである。こうして、文句や他の世紀末芸術の芸術家たちが追求した内部の世界は印象派の明るい世界ではなく、不安に満ちた夜の闇の世界であった。病的なまでに鋭敏な感受性に恵まれた文句は、 生命の内部に潜む説明しがたい不安を表現することに才能を発揮した。幼い時から家族に次々襲いかかってきた病気と死はムンクの芸術に影響を与えたと考えられる。またムンクはクリスチャニアで規制道徳に対する徹底的な犯行、反属的芸術史上主義をモットーとするボヘミアングループに属していた。 印象派の画家たちには見られないこうした市民社会への反抗精神やパリ留学で最新の絵画活動に触れたことも文句の芸術に大きな影響を与えた。文句は内面の表現の可能性を探求してゴッホよりはるかに先まで進んだ画家の一人だと評されている。実際、1890年代の叫びや思春期といった一連の作品では、 死と隣り合わせの生命、愛とその裏切り、男と女、生命の神秘など、生命の本質の問題が扱われており、そのすべてに説明し難い不安が通底している。表現手法は、リアリズムよりも平坦な画面構成、装飾性に向かっているが、これはナビハやフェルギナント・ホドラー、グスタフ・クリムトなど、同時代の他のヨーロッパの画家たちと共通する傾向である。 また、ムンクが好んで描いた女性のうねるような長い髪の毛が男性を絡め取る魔性を暗示するように、戦病それ自体の中に生の神秘が象徴的に表現されていて、見る者に訴えかける力を持っている。ムンクの作品は初期から激しい非難を浴び、1892年にベルリン芸術家協会の招きで開いた古典は、 理事の過半数の反対評決で一週間で打ち切りを強いられた。しかしこの事件がきっかけで、ドイツの詩人、画家、批評家の中で、ムンクの支持者も現れるようになった。また、このムンク事件は、ベルリン芸術家協会の中の対立を顕在化させ、1898年にベルリン分離派が誕生するきっかけとなった。1896年のパリのアンデパンダン展。 アール・ヌーボー展では、好意的評価も増えてきた。ムンクは後に、生命のフリーズに属する、これらの作品が最もよく理解されたのは、フランスにおいてであった。と回想している。ようやく分離派が印象派に追いついたベルリンよりも、すでに印象派とポスト印象派を経験している。フランスの方が、ムンク需要の土壌が育っていたと考えられる。20世紀初頭になると、ムンクはドイツで、 表現主義の若い画家たちからゴッホやゴーギャンと並んで熱狂的に支持された。ドイツでの文句の影響はフランスでのセザンヌに匹敵するほど大きく、文句はドイツ表現主義の先駆者とみなされている。1922年にはチューリッヒなどで版画を中心とした大回顧展が開かれ、1927年にはオスロやベルリンの国立美術館で回顧展が開かれるなど、 ムンクの評価は確立した。1924年3月にはベルゲン美術館でラスムスメールコレクションが一般公開された。2020年会館に向けビョルビカ地区に建設中の新ムンク美術館。1933年にはノルウェー政府から聖オラブ大十字章、フランス政府からレジオンドヌール勲章を授与されるなど最高の栄誉を受けた。しかし、 晩年は、ナチスの台頭とノルウェーでの親ドイツ政権の成立で、不遇の時を過ごしていた。2001年から、全ノルウェークローネの紙幣に採用され、表面は、ムンクの若い時の肖像と背景に、作品、メランコリー、理面は、作品、太陽が描かれている。2020年6月、ムンク美術館が、オスロの文化発信地区ビョルビカに13階建ての、 美術館として移転増築される予定であり、個人の名を冠した美術館としては世界最大規模のものとなる見込みである。文句が日本に最初に紹介されたのは、1911年6月号の白川に同版が、コラの図版が掲載された時であった。その後、1912年4月号の白川に武者の工事さねやつが特集記事を書き、この号には、 図版も8点掲載された。1963年、文句生誕100周年を記念して設立された、オスロの文句美術館。有名な作品が19世紀末の1890年代に集中しており、世紀末の画家のイメージがあるが、晩年まで作品があり、没したのは第二次世界大戦中の1944年である。気に入った作品は売らずに手元に残しており、 死後は遺言によって手元に残していた全作品がオスロ市に寄贈された。このため代表作の多くは1963年にオープンしたオスロ市立文句美術館に収蔵されている。オスロ市に残された作品は油絵約1,150点、版画約17,800点、水彩画と素描約4,500点、彫刻13点などであった。 良質な作品の7割近くがムンク美術館を中心に収蔵されているとされ、美術史上に現れる作品は少ない。そのために本にあるムンクの絵画作品は、オースゴールストランの夏、イプセン、幽霊からの一場面、マイスナー城の肖像、雪の中の労働者たち、1910年、犬のいる自画像の古典のみである。2005年、ドイツのブレーメン美術館で、 X 線調査の結果、ムンクの死と子供のキャンバスの下にラフと男たちの顔が描かれた、もう一枚のキャンバスが隠れていることが分かり、新たな作品の発見となった。叫びの4バージョンパステル、厚紙、ムンク美術館、油彩、カゼインパステル、厚紙、オスロ国立美術館、パステル、厚紙、サザビーズラク作品、テンペラ、厚紙、 ムンク美術館。叫びはその遠近法を強調した構図、地のような空の色、フィーヨルドの不気味な形、極度にデフォルメされた人物などが印象的な作品で、最もよく知られ、ムンクの代名詞となっている。絵はがきに始まり、様々な商品に衣装として採用されており、世界中でモナリザと並び美術愛好界以外にも、抜群の知名度を誇る作品でもある。 ムンクはこの作品の制作について、次のように自らの経験に基づくものであると説明している。僕は二人の友人と散歩していた。日が沈んだ。突然空が地のように赤く染まり、僕は憂鬱な気配に襲われた。立ち止まり、欄干に寄りかかった。青黒いフィヨルドと市街の上空に地のような炎を吐く下のような空が広がっていた。 僕は一人不安に震えながら立ちすくんでいた。自然を貫く、ひどく大きな、終わりのない叫びを、僕はその時感じたのだ。映画、ホームアローンで、少年が叫ぶシーンにイメージが転用されるなど、パロディカの影響もあって、橋の上の男が、自ら叫んでいるように誤解されることも多いが、実際には、自然から発せられる幻聴に耐えかねて、耳を押さえている様子が描かれている。 叫びは1893年以降4点制作され、文ク美術館に2点所蔵されているほか、オスロ国立美術館所蔵と個人所蔵のものが1点ずつある。このうち、オスロ国立美術館像のものは1994年2月12日、強盗団に盗み出される被害にあったが、その後容疑者が逮捕され、作品も取り戻された。二千四年八月十二日には、 ムンク美術館所蔵のテンペラ画が同じく展示されていたマドンナと共に白昼銃を持った強盗団に盗み出される被害に遭った。容疑者が逮捕されて有罪判決を受けた後、叫びとマドンナは二0六年八月三十一日に警察によって発見された。個人所蔵のパステル画は長年のルウェーの実業家オルセンファミリーが所有していたが、ペッター・オルセンが ニューヨークのサザビーズに出品し、2012年5月2日オークションにかけられた。その結果、1億700万ドルという史上最高額で落札された。買い主は公表されていない。ここまでの高額の落札になったのは、作家の評価と作品の知名度が高いことに加え、唯一の個人所蔵作品で市場における希少性があることや、来歴が確かで、 コンディションも良いといった条件が揃っていたことによる。フリーズムンクは主に1890年代に制作した叫び、接吻、吸血鬼、マドンナ、灰などの一連の作品を生命のフリーズと称し連作と位置づけている。フリーズとは西洋の古典様式建築の中列の髪型にある横長の帯状装飾部分のことで、ここではシリーズに近い意味で使われている。 これらの作品に共通するテーマは、愛と死、そして愛と死がもたらす、不安である。1902年の第5回ベルリン分離派展では、22点の作品が、愛の芽生え、愛の開花と移ろい、性の不安、死という4つのセクションに分けられていた。愛の芽生えのセクションには、プン、マドンナなど、愛の開花と移ろいには、吸血鬼、生命の踊りなど、 生の不安には、不安、叫びなど、地には、病室での死、新陳代謝などの作品が展示された。一つの部屋の四方の壁が、それぞれのセクションに割り当てられ、絵が部屋を囲むように高いところにぐるりと展示されていた。ムンクはこの時、フリーズという言葉を用いて、装飾的意図があることを明らかにしている。その時の展示状況は写真に残されていないが、 翌1903年3月、ライブツヒで開催した展覧会の展示状況は、その写真が現存している。それによると展示室の壁の高い位置に白い水平の帯状の区画が設けられ、その区画内に作品が連続して展示されている。1904年にはクリスチャニア、1905年にはプラハで連作展示が行われた。1九百九年には、 ラスムスメールがメランコリーや嫉妬などをまとめて購入した際、次のように書き送っている。実際のところ、これらの作品は一つの壁画装飾のためのモデルにするつもりで描かれました。長年心に抱いていたある考えについてたまたま考えていたのですが、これらの作品をフリーズとして飾った芸術の礼拝堂を作ろうとしてスケッチを描いています。 ムンクは1918年にブロムクビスト画廊で生命のフリーズの展示会を開くに際し、その成立について次のように振り返っている。この文章によって初めて生命のフリーズという名称が与えられた。僕はこのフリーズとかなり途切れ途切れではあるが、約30年にわたって取り組んできた。最初のスケッチ風の構想は、 1888年から1889年にかけてできている。接吻、黄色いーと謎、男と女、そして不安は1890年から1891年に描かれ、1892年の初め、この街のトーストルップハウスで、さらに同年ベルリンでの僕の最初の古典でも展示された。翌年、このシリーズに、吸血鬼、叫び、 マドンナを含む新しい作品が付け加えられ、その後独立したフリーズとして、ベルリンのウンターデンリンデンガローに展示された。1902年のベルリン分離派展では、その一部が、現代人の精神生活からのタイトルで、大ホールの壁にぐるりと並んだのが見られた。そのフリーズは一連の装飾的な絵と考えられ、集められているが、むしろ、生命の絵とするべきであろう。 そのフリーズは生命、愛、死についての一つの死なのだ。ムンクは優れた肖像画を残している。初期には自画像や家族の肖像画が多い。また、ハンス・イエーゲルなどクリスチャニア・ボヘミアンの詩人や芸術家たちを描いた。1890年代にはベルリンやパリの友人たちを描いている。もっとも肖像画のモデルとなった友人たちは、 自分たちの肖像画に驚いたり、不満を漏らしたりすることが少なくなかった。1900年代には多くの等身大の肖像画を描いた。晩年、ムンクは友人たちの肖像画を AKD の邸宅に集め、私の芸術の護衛兵と呼んで、求められても手放そうとしなかった。版画、特にリトグラフやエッチングは、1890年頃のフランスで流星を迎えていた。 1891年にトゥールーズ・ロートレックがムーラン・ルージュのカラーリトグラフを制作したのと同じ頃からムンクも多数の版画の制作を始めた。1894年までにドライポイントの技術を身につけ間もなくアクアチントさらに1895年にはエッチングも習得した。これらの大版画に加え1894年終わりにはリトグラフも習得した。 1895年から1896年のパリ滞在時にやめるコのカラーリトグラフを制作して実験を重ねた。最後に木版画も用いるようになった。初期版画のほとんどは油彩画の主題をコピーしたものである。多くの場合、文句は銅版、石版、木版の上に直接ひさししたため、すり上がりは左右が逆になった。 アクアチントとドライポイント、リトグラフと木版画といったように複数の版画技法を併用している点が文句の特徴であり、版画をいくつかの部分に分解してするといった新しい試みも行っている。1920年以降は新しい版画制作は減り1930年頃までにほぼ終了した。文句は一つの版画から多くのすりを重ねており、 全部で700以上の版画から約2万5千のすりがある。そのうち約1万5千点が文句美術館に収蔵されている。文クと交友を持った美術愛好家グスタフ・シーフラーが1907年と1928年に2巻からなる版画の作品目録を出版し、文クの版画研究の基礎資料となっている。 ムンクは1916年に完成したオスロ大学行動壁画をはじめ1906年から翌年にかけて制作したベルリンの衝撃場のためのラインハルトフリーズオスロ郊外のフレアチョコレート工場の社員食堂のために制作したフレアフリーズなど建築内部装飾のための対策をたびたび手掛けている。またムンクは大学行動壁画と生命のフリーズとの関係に ついて、次のように語っている。生命のフリーズは、大学の装飾との関連で見られるのでなければならない。生命のフリーズは、多くの点で、行動装飾壁画の先駆的作品であり、生命のフリーズがなければ行動壁画はおそらく、存在しなかっただろう。生命のフリーズは、私の装飾に対する感覚を発展させた。生命のフリーズでは、 個人の悲しみと喜びが等身大に描かれ、これに対し大学の壁画は偉大で永遠なる書力が描かれたのである。ありがとうございます。